三国志13を初めて遊ぶアキミロです。はい、続きやっていきます。前回は曹操軍の城はちょび奪えたんですけど、馬頭軍同盟切れて指導奪われちゃいました。ちょっとまだ指導周りに武将が待機してて怖い。プラス馬頭軍本体も戦いに行こうとしちゃってるんですよね。なんとかしないとまずいな。曹操軍との戦いでもうね、一緒に馬頭軍本体と戦うっていうよりも分散して戦った方がいいってことは学んだので、ワンチャン漢中狙うのもありですね。ちょっとこの正常あたりに待機させて、足並み揃ったら漢中狙っていきましょうか。ちょっと今回曹操軍の方は一回落ち着きたいかな。微妙にでも角がいい感じに攻めてるんだよな。巨匠3もあるな、無理だなこれは。ちょっと角さんは残念だけど今助けられないかな。巨匠3万、陳竜4万、牧羊2万、将も3万とかなりの数があるんで。そしてこっちももう兵糧が切れてますね。冒険解散、お任せあれ。どうしようかな、こっち67 61 19、ちょっと劉備も解散しましょう。かしこまりました。将がまだ1万7000だから解散ここはしない方がいいか。62日あるし、ちょっとここは周りの集落でも落としておきましょう。さっき西条に集めようとか言ったんですけど、米補充できないんで常用に向かわせましょう。ただもうだいぶ出陣しちゃってて兵がないんですよね。いけるかな。いや何千とかだもんな、厳しいなこれは。いやでも分散していかないことには多分無理だ。みんな頑張れ、これで行こう。皆の者、出陣じゃ。そしておお、角が巨匠の攻撃開始。ここの部隊もちょっと義援とかも常用に向かせましょう。かなり遠いですけどね。露宿も米だけちょっと増やして移動開始だ。かしこまりました。そう、ここまで来ちゃってたので逆につらい。どうだろうな、一応劉表の本体の方がこっちに来ちゃってるんで、なんとかそれで相手してもらってる間にこの常陽にたどり着きたいです。とりあえず常陽に11200、19300、4200、12001200がたどり着いたので、先に向かわせちゃいましょう。今左下で流氷軍の本体がぶつかり始めてるんで、ただ米だけ全部補充していきます。お、霊峰が仲間入りです。お、我が軍は同盟締結を目指すようです。私は出陣中なのでね、馬頭とか今めっちゃ戦っとるやん。同盟するならするで構わないんですけどね。さあ馬頭軍とぶつかりました。どうなることやら。戦の作法を教えてやるか。現状ではまだ一人しかいないので、お任せ、全員で突っ込みます。お、孫策とバーガンの一騎打ち。孫策が大勝を収めました。これでも食らえ、はいはい、食らえ。敵本陣に向かってきていますけど、これでも食らえ。今はバーガンを倒すこと優先。はい、オッケー。お、絆強化です。周囲と爆逆の友になりました。さあでは本陣に戻りましょう。敵援軍がまた来ましたね。8個撃破です。気を入れよ。はい、もう2人とも攻撃入ってますね。成功へが敵援軍来ましたけど、よしよし、8個撃破が完全に成功しております。この調子でいけば馬頭軍の兵はかなり減らせるんじゃないでしょうか。もう流氷軍の締めは内政充実になったようです。
全然いいよ。まあまあ私はバートーたちを倒しますけどね、指導取られちゃったんで。はい、成功への撃破、全部隊壊滅でーす。我らの勝利。孫作さん強い。捕虜は捕まえたかな。残念ながらおりません。しかし捕虜はいなくても貫中あとちょい、関水さん舞台2で来てるのか。よしよし、いい感じだな。でもうみんな考慮についてるから、ちょっとここで一回ね米を補充しようと思ったんですよ。どうしよう、150日だとちょっと取りすぎだな。結構遠いんだよな、自分が船長にいないと兵糧の再分配もできないので。一回90だな、90。いやでも後継は100いくつあったな。そうですね、やっぱり比例が相当やばい。120、そうだな、ロシュクもやっぱり120にしましょう。これでこの3部隊も艦中にも向けます。お待たせくだされ。でこの部隊は、あ、一応安陽を今取ろうとしてるけど、まあいいや、艦中にも向かわせちゃいましょう。あとは大丈夫かな。一応生徒守るために部隊送ってるんですけど、この部隊が艦中守るために上に向かってくれたらもう指導に攻めようと思ってます。はい、艦中向かう途中に関水さんと接触でーす。さーて、戦の作法を教えてやるか。いい部隊か、まあ、まず敵がどう向かってくるのか様子を見ましょうか。分散してるな、これは。よし、分散してるな、今がチャンス。かしこまった、侮るなよ。分かれるなど、これでも食らえ。まあでも2部隊じゃそれしか手がないのか。我ら相手に分かれるなど命取りです。これでも食らえ。集中砲火だ、攻撃。あっという間に艦水の兵が減っていきます。はい、終わり。屈辱じゃ。次お任せ。バテツ、援軍来る前に挟み込む。はい、攻撃。はい、終了です。よしよし、2万の部隊もあっという間に終了です。さあ、この戦闘が終わった後に目の前に来てるかどうかですね。お、一人金位でいいのかな。はい、これより捕まえております。さあどうだ、目の前に、お、3100が来ておりますね。まだ指導からは離れないか。まあ連続で倒していきます。はい、撃破です。捕まえることはできませんでした。さあまた増えてるかな。増えてはいないですね。さあ55、お、バウンリョウが動いてる。おお、両家が核心に撃たれた、マジか。そしてまた再び戦闘開始です。なんか今リツーがやられた気がするな。さんだけ兵数少なかったですからね。はい、再び勝利です。捕虜を捕まえることはできませんでした。また目の前に増えてるかな、うん、増えてるっちゃ増えてますね。しかしこのぐらいの数ならどうってことはない。いや、ちょっとずつ来てくれるから本当助かりますね。はい、捕虜は捕まえることできませんでしたけど勝利。さあ、さらに目の前に来てますね。ただ下からの援軍は来てないな。かっこ撃破です。おーっと、旅隊が隠しに撃たれました。なんか隠しにさっきから撃たれまくるな。隠しやるじゃん。曹操軍の武将の数と我が軍の武将の数が大して変わらないんで、武将を失いたくないんですけどね、正直言うと。まずいよ。正直馬頭軍の同盟結ぶよりも馬頭軍を壊滅させて馬頭軍の武将を全部吸収したいですね。お任せを。万力さん元気ですけど、この一斉攻撃に耐えられるかな。手が後ろからも来てる。神かけしたいけど、ちょっと難しいか。このようにしてはいかがでしょう。左下になんか来てるのが見えるな。しかしこれで万力も士気はなくなった。はい、撃破。次だ、次。成功へ囲め。攻撃。
恐ろしいほど援軍来るな。佐久間殿、速攻で終わらせるつもりだったんですけど、今回はかなり長引いてます。倒しても倒しても敵援軍が出てきてキリがないですね。こっちも何部隊かやられてるんですよね。後ろから艦中めがけて来てくれてた部隊も多少合流してるとはいえ、これ以上武将を減らしたくない。こんな感じに倒しても倒しても次から次へと来ています。でも武将が持ってる兵数は大したことなくなってきましたね。今は耐えもう万とかなくて何千レベルです。まあ、これぐらいだったら大丈夫かな。皆の者お任せを。思ったら1万4000が来た。くー、軍略支援だ。オスだけが戦ではありませんね。あーと文兵孫作たちのやべ兵糧が尽きた。そんなに長く戦ってんのか。これはちょっと想定外。援軍今こそ奮起せよ。いやもう、いやこれはこっちの援軍か。よし、ヒデさーん来てー。援軍、うわー、また敵の援軍来たー。ワガンさーん、くー、もういい、敵本陣を落としに行く。こっちの兵糧が持たないと思ったけど舞台、いや、いかまれ、せっちゃれー。敵の本陣を総攻撃だー。うまくいきゃ敵が戻ってくるはず。オスだけが生きてはありません。わしに続け。こんな案もございます。モノドマ、はい、人生やって危なかった。いやでもだいぶまずいぞ。もう兵糧もないですからね。あ、さらに捕虜が増えてますね。さあ目の前には増えてるな。でも他のところかなりもう兵数減ってますね。相当援軍を送ってきてたのがわかる。どうしよう。赤いなー、兵糧ない。これは行っても落とせないかな。いや、ワンチャン今のうちに再度出陣でもう押し込む狙いは艦中。艦中だけは絶対に落とすということで、今出陣させた部隊がちょっと到着するまで下がりたいと思います。ちょっと赤字になってるのはもう解散です。さすがにな、17,000、14,000兵糧がない部隊で勝つのは難しいと思うんで、お任せを。後ろの部隊がね、合流してくれればまた圧倒的部隊数でいけるはず。かしこまった。残りの部隊は一回上陽まで下がる。かしこまりました。残りの部隊もそんな米ないかな。27日、18日、これ解散した方が早いかな。どうだろう。まあ いや、ちょっと様子見るか。さあどうなる。追ってきて、あー一瞬感じで止まったけど追ってきてる。足速えな。相手は安陽で一回止まりましたね。やべ、ちょっと待って。二次部隊、東洋さんの部隊下がって、お任せよ。足並み合わせていかないと無理だこれは。あー、貢献の兵糧が尽きた。なるほどね。ちょっと即再分配、ちょっと上陽に米を多く移動させますと思ったんですけど、現状もう兵糧結構多いですね。あと他のところがあんまりないんですよね。前回のパートでもう再分配しすぎたせいでそんなに余力がない。ちょっと甲州に部隊をもう出しておこうと思います。今この指導か微妙に艦中の方に今部隊が移動してたんで、やっぱりね、一つのところを集中砲火っていうよりいくつかに分けて攻めるようにしたいと思います。にしても遠いな。米が持つかどうか怪しい。お、劉邦が成人して加わりました。ちょっと一回貢献ももう解散します。お任せあれ。馬頭軍なんとかな。この22か、
下からも攻めて、なんか小を攻めてくれとか今言われた気がするな。艦中すごっ。やべえ、キレイたちの兵糧も切れた。くー、どこもかしこも兵糧が足りない。お任せあれ。かしこまりました。ほんとどうしようかな。ここかな。もうちょい兵あればな。まだまだ全然さっき出した部隊届いてないしな。自分がこっちの戦闘には参加しないんで、兵力をいっぱい用意する必要があるんですよね。そういえばさっき将を攻めてくれって言われたんですけど、どうしよっかな。将を攻めるんだったら、その隙に巨将を狙えるんじゃないかな。ちょっと巨将に向けて出陣しますか。いや、バトを一回置いといて、この隙に曹操の巨匠を狙うか。そうしよう。承知いたした。一回バトは置いておきます。お、遊興軍の長雲勢が将へ攻撃開始です。今私もね、少し宝珠たちを廃棄から出撃させたんで、近づくのを待ってるんですよね。お、リツたちはここまで来れたか。ちょっと円で一回米を補充したいんですよね。米補充したらもう巨匠に出ます。はい、では円で米補充できたので、皆さん巨匠に向けます。承知いたした。さらに出陣です。出陣。巨匠に向けて出る。縁自らも行きます。なんなら深夜からも行きたいけど、私だけはちょっと行きたくないかな。あと周遊とか待ってると長いからな。これで行こう。あとは常用からもだ。レッツゴー。あとはいいかな。必ずや立ってまいりまする。こっちはどうなってんだ。まだいますね。米はまだ大丈夫か。とりあえず曹操の方を見るので大丈夫かな。行きます。行けー。巨匠に向けてみんな出撃。さあ、将で戦ってる間の今がチャンス。あー、やばい、もう肩がついてる。早い早い、肩がつくのが。しかし、こっちの猛攻も始まっています。敵が戻ってくる前に減らせないか。報告を扱っております。お、これは建設物か。はい、どうだ。あとちょい。あー、届かなかった。しかし将に対しての攻撃も始まっている。我々が仮に止められたとしても将を取ってくれ。流れとしては悪くない。うわー、獅子が学士抜いた。ほんと今日学士何なんだおめえ。お、馬良が仲間になりました。義援が負傷しました。いや、でも将いいよ。将をそのまま落としてくれ。今回は我々がおとりになる。我々がおとりになってる間に、おお、勝敗からそういう方。そう、報告いたします。濃厚交渉、今はそんなの見てる暇はない。おーっと、いいよ。将でもか、援軍出てきてる。くっ、これは押し切れないか。まずい、こっちの兵も結構減ってる。くえ、この戦は負けたかな。ほんと解散しねえな、指導。こっちがいるからダメなのか。いや、もうあれかな、破れかぶれでこの部隊数で出陣するか。みんな米さえあればいいや。お任せよし。皆さん米をちょっと蓄えてから出陣しましょう。指導に猛攻を仕掛けます。で、巨匠にもさらに増援を送ります。ワンチャン押し切れるんじゃないかなって気はするんですよね。あくまでワンチャンですけど、
私自らも行こう。棒量米あったかな。なんとかこれが限界か。頼む、これで押し切ってくれ。皆の者、出陣じゃ。出陣じゃ。巨匠の方は守りに来てるな。これは章をなんとか取ってくれ。章だけでも、章だけでも取ってくれと思ったらダメか。いや、いった、遊行軍が章を制覇しました。オッケー、いいよいいよ。で、みんな章の方に行ってるな。であれば我々は巨匠だ。何が何でも巨匠を通す。教えてやるか。教えてやる。不安がございまする。まずは革新からだ。交渉を取る。囲め。はい、革新倒しました。次は芝居だ。はい、芝居も倒しました。これで巨匠周りにいる部隊は新しく来てない限りは全部倒したはずですね。どうだろう、増えてるかな。お、そうそうのみ。ちょっと仕事を振ってから突っ込みます。では続きです。さあ、巨匠に接触。そい、相手はそうそう一人です。左の城門もだいぶ壊れてるんで左から行きましょう。かしこまった。聞こえるか。はい、曹操が本陣に突っ込んできました。博士よ、まずは豪将復活。さらにちょうどいいタイミングで来たんで曹操狙い撃ちです。こっちはこっちで敵の城門に突撃です。いけー。ちょっと待った、14で突っ込んでるやついるけど大丈夫か。まあ大丈夫かな。おーっと、孫作、よっしゃー、加工塔に勝ちました。いいよ孫作、空気読んでる。あ、そうそうも撃破。よっしゃー、やれば、お任せよ。うちの陣も落としちゃおう。はい、加工塔も撃破。見えなんだか。お、勝利か。相手の部隊いなくなりましたね。でもこれは壁を壊したわけではないので都市はまだ落とせておりません。さあ、このまま巨匠を落とせるのか。どうだ。はい、来ました、巨匠も制圧。ショート巨匠を落としました。お、しかも五冠検定擁立。いいよいいよ。ちょっとずつですけど曹操の都市奪い取っております。曹操よりも馬頭軍の方が今手強い感じがするな。どうしよっかな。ここを巨匠にも置かないとダメだな。で、ここからどうするかですね。まあ、とりあえず曹操の方は一旦落ち着きたいんですけど、まあ、いきなり解散すると攻められる可能性があるので、まず近くの集落を取っちゃいます。そして残念ながら指導はフルボッコにあって消えてますね。これマジか。仕方ない、解散しよう。一切承知。中層も退却だ。お任せよ。ここまで強いか馬頭軍。いやー、これはちょっと想定外ですね。やっぱ今曹操より馬頭の方が怖いですわ。馬頭どうすっかな。この効能が取れればね、あの長安からも行けるんで、早くこの洛陽功能を奪い取りたいですね、曹操軍から。とりあえずちょっと相手がどう動くのか様子見ながら内政ターンに入りたいと思います。現状前線の兵がかなり減っちゃったんで。おっと、直使が来ました。劉氷さん出世です。王です。劉氷さんが王まで来ました。これは新しい。そして集落ゲットです。このままの勢いで、ちょっとまだ米はあるんで下も取っちゃいましょう。はい、巨匠周りなんですけど自分の足でもう3つ取れましたね。で、上のところはなんか契約で取ろうとしてくれてるみたいなんで私は行きません。まあ、一旦中原の方は
またね、劉氷様がどっか攻めようとした時に足並み合わせて違うところをね狙っていければいいかなって考えてます。なのでちょっと1回解散かな。巨匠も3万4000の兵があるんで、そう簡単には攻めてこないはず。みんな1回帰ろう。始めるぞ。で問題は馬頭ですね。やっぱりここがね全然取り戻せない。ちょっともう馬頭は放っておいて、劉氷様が曹操を狙う限りはもうひたすら中堅もう取りに行こうと思います。なのでちょっと次回以降は劉氷様がどう動くか、それを見て動き決めていこうと思います。ということで今回はこれで終了です。この動画面白かったなと思ったら高評価ぜひよろしくお願いします。またチャンネル登録とコメントいただけるとめっちゃ嬉しいんで、ぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。曹操も強いけど馬頭軍も強え。私はブログとツイッターもやっています。ブログではゲーム実況に役立つ情報やプレイ感想などを記事にしています。ぜひ覗いてみてください。ツイッターでは1週間の配信予定を固定ツイートに載せています。ぜひ参考にしてみてください。ではまた。